これか。オッケー。こんばんはー。こんばんは。こんばんは。何の格好か。本当？嬉しい。かくりちゃん、かくりちゃん。花束ありがとう。てっちゃんかわいい。ありがとうございます。にゃほほまる。ふうさんハートありがとうございます。そろはの林マリナおふもにマジマリナと電話してたよ今日も。さっきはそうさっきも電話してたけど宿題するね。アリサ偉いからって言ってから終わった。今日は2時間もやらんかった。独り言さアイスありがとうございます。妹ピアででん、本日はひよこのサマーバージョンでございます。この前はの長袖でね、そうファンの方にいただいた長袖長ズボンの全部つながったバージョンなんですけど、今日はわばん、びっくりした、びっくりした、お庭屋から LINE 来たと思ったら明日のあれでした明日はお休みって言っちゃった。焦った。しゅんちゃんかわいい、ありがとう。やすみさんお疲れ、ありがとうございます。そうサマーバージョンでございます。これはママがそう買ってくれたやつで、でんそこね、腕のところこれしかないんですよ。そうこれしか なかったから、まあ長袖着たそう腕出すぎじゃねえと思って長袖を着たんですけど、めっちゃ可愛いんだよ、見てほしいぜ。どうやったら見えるんだ、めっちゃ可愛いんだよ。うっこらしょー、ででーん全然見えない、ででーん、こんなにこんなに可愛いズボンになってまして、ででーん、こんなに可愛い尻尾がついてる。ふり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 、見えますかこんなに可愛いズボン、短いズボンなんだ。これはサマーバージョン、夏バージョンですね。この前着てたひよこのやつは長ズボンやったんだけどそう、そしてひよこらしくないと思ったら、こん待って、足につけるやつ忘れてきた足につけるやつもあるんですよ。これめっちゃ可愛いんだよ。でこんな感じの、ここにリボンがつい、これつけたわけじゃないよ、もともとだよ。うん、そうこれつけたわけじゃなくて、これもともとついてたんですけどこの帽子をかぶったら、はいひよことかいう感じですねはいひよこ、50カウント完了、ありがとうございます。イエイ。コンビニぐらいいけるかも、これいけるかもしれん。リアル怖いやろ、うん、ST で一番リアかっこだ。本当？本当ですかどうもありがとうございます。届きました、足これ私の足です。じゃじゃん、そう見え、足は見えないから手につけるとババーン、こんな感じでオレンジの足があるんですよ。これついてくる可愛くないでーん、じゃあ見えないけど足につけておくね見えないけど足につけたいと思います。やっぱ雰囲気が大事だからね、こういうのは。見えないけどこちらも足につけたいと思いますいやこらよーこらよーこらよーこらしゅ装着しました、長靴みたい
そこはないよ。そこが抜けとる長靴みたいになりました。待って、ひよこがおらん。ひよこがおらん。やばい、ひよこがいない。ひよこがいない。どうしよう、一瞬で取ってくる。ひよこ飾っとった方がいいよね。ひよこを一瞬にして取ってくるので待っててもらっていいですか、皆さん。ひよこ幼稚園。マジか、可愛くない？可愛いと思ってポチってくれたらしい、ママが。やばいよね。でれれれれれ、ひよこ取ってきていいっすか。じゃあね、15秒で戻ってくるね。まだや、まだ数えたらいけん。よーい、スタート。ただいまんぼ。何秒だった？じゃじゃーん。取ってきた。うわっ、やっぱ大事やろ、ひよこ。じゃじゃーん。絶対15秒になってない。3秒ぐらいで帰ってきた、絶対。それで、3秒だよね、やっぱり。ありさも3秒やったら数えたら。17秒そんなかかってないよ。テトラポットに寄せて返す波音。なんか変な髪の毛、なんかね、髪の毛のね、あの濡らすね。髪の毛をしなしなにするね、オイルがねなくてね。そう、上に上がったらあると思っとったらね、上になかった、下に持って降りたんやったんよ。それでからね、これしかないんですよ今。これは普通に、これはね、さっきからもらったんだ。そう、スガハラーさんからもらったエチュードハウスのシャワーコロン。だからただ匂いをつけるやつなんよこれ。そう、ただ匂いをつけるやつなんですけど、これをこう手に、あ、こう手につけて、これを髪にこうつけたら濡れるんじゃないかっていうアリサの発想。どう？てかこの髪の毛は上に上げた方がいいのか。かゆ、羽がかゆい。これはもう上に上げた方がいいのか。そう、前髪をね短くしたからすぐ出てくるんだよね。それが悩みだ。サイモンさん、ハートいっぱいありがとうございます。やばい、髪の毛がゆるゆるになったよ。やばい、やばい。サイモンさん、クローバーもありがとうございます。どうだ、それでシュッてやるじゃん。これ絶対オイルじゃないけ、乾く気がするけど、まあここら辺にもつけるよね。てかね、めっちゃ急いだよさっき。あ、てかメール食ってないよね。お家で焼肉してました、今さっき。今さっきお家で焼肉がね大変だったんよ、忙しくてからね。そう、いい感じにする余裕がなくてからね。ボッサボサでお家で焼肉してからそのまんま来た。あ、これいいかも。シュッてここにキャーやってこうなじませる。よし、全然オイルじゃない、ただ匂いをつけるやつなんやけど、これで濡らす髪の毛、新しい方法やってみてね。炭火焼肉、炭いいね。50ありさ完了、ありがとうございます。よし、スケモンくんバラありがとう。あ、待って
これでねツインテールをしろっていうお約束だったこれはママからの、うん、その格好ツインテールしてっていうお約束でしたのでやらさせていただきます。スケーモンくんバラありがとう。バラ細々ゴム持ってきましたので、キューツインテール、どんぐらいでやるんかね、こんぐらい。でもなんか髪の毛くるくるにしたはずなのになんかボサボサやな今日。どうした峰押しアリサは、どうしたんでしょう。君のす、え、僕の、うん、どっちだったっけ。僕の好きな最強ツインテールに会いすぎて強制ゾロ。おー、ヒューちゃんバラありがとう。ヒューちゃんヒューちゃんバラありがとう。僕の好きな、えこんなもん位置がわかんね、ツインテールやらなすぎて。こんなもんですか、そんな爆発ツインテールぐらい高くしたら帽子がかぶれんのよねこんなところであっとる。首だけ、え、首だけ全然違う。首だけ僕の好きな最強ついて、あ、ちょっと待ってね。どう、あ、なんかこっちの触覚な、どっか行ったけど、もういらんか触覚。てててててん、てててててん、チャップスだ、似合う、ありがとう。あ、ひゆちゃんクローバーもありがとう。いやゆっこらしょ。あ、動いた配信よかった。じゃあこっちもスピーカーにするねするじゃあ行くね。あ、押した一斉のでポチポチ押しましたよなんか止まったよ、すまん、なんか止まってしまったはい、STU48 の峰吉アリサと申します。よろぴくお願いします。イエーイ。じゃあソラハティもお願いいたします。はい、STU48 のソラハティ生のシナのソラハです。よろしくお願いします。イエーイ。配信止まって開けたら急に電話してるっていう展開。イエーイ。最近どうですか、ちゃんさん。え、最近、はい、最近、ねえ、何もしてない、ほんまになんかT シャツ着て、大阪の街を見つけためっちゃ髪の毛ボサボサだった T シャツ、半袖の T シャツ着て、うん、短パンで、うん、なんか小学生男子みたいな生活してそれをめっちゃ見たみたい匹。え、そうよ。めっちゃ可愛くないですか。え、めっちゃ可愛いよ。見に来て。え、もう見に行きたいし。てか、早くお泊まりしたいよね、マジ。え、そうですよ、本当に。そう、ずっといちご飴の時から約束しとんのに。そうそうそう、で、ぼっこさんと3人で、ね、早くたこ焼き、うん。ほんまよ。たこ焼きせんといて。たこ焼き器あるから。そう、コウコちゃんが、あの、コウコちゃんちでやったら匂いがやばいっけ、ソラハチでやっちゃろうとか言ってたそれだ、悪いで、あんたで、早く本当にもう、あってなさすぎて、それな、何年ぶりって感じ記憶年後ぶり死んどる死んどる、ほんまに、うん、早く止まろうな、泊まろうな、お泊まりパーティー、遊ぼう笑い方やばい、面白すぎる
ユニバー？うん。ユニバーはマジ楽しかったよね。うん、楽しかった。すごいなんかノリで決めたよね。なんか。そうです。この日に行きますかみたいな。ずっと行きたい行きたいと言っとったけどさ、そうそうそう、行くって決まってからすごい微妙だったよね。そう。明日行こうみたいな。え？明日？みたいな。あ、オッケー。もうめちゃめちゃ急で。それで。私が。うん。うん、だから2人はなんかいつでもいいよみたいだったから、確かにもうガツンって決めて、もうそれな、楽しかったよね。もうやばかったですよね。めっちゃか始まってから何9時ぐらいからだったっけ。そうです、そうです、もう開店してからすぐ行ったよね。そうそう、まずすぐに行ってもう服選ぶとこからテンション高くそれな何じゃそれ、鳥は服選んでカチューシャつけて、そうつけてメイク直してしょっちゅうメイク、それな顔大事やもんな。そう、顔写真撮ったりするからね。それな、面白い。何が一番楽しかったですか、アトラクション。アトラクション、うん、やっぱ巨人やろ、巨人。3時間並んだもんね。あ、ちょっとえ、じゃあさ、一人で乗ったえ、それな、待って、思い出した。そうね、じゃんけんで負けてからあれさ、3人、あ、2人乗りだったっけ、あれ。そうです、そうです、そうです。2人乗りで、1人対1人になるけじゃんけんしようとか言ってからアリサ負けたけ1人になったんよ。あのね、横そう、え、よう覚えとるね。横はなんか、そう、外国人の男性の方と一緒に乗ってから、まあ VR やったけん、こうなんかね、目になんかつけとったけん見えんかったけど、ワーオみたいな、オーマイガーめっちゃ声だけ聞こえよったよ、ずっと面白すぎたよ。でもそれ本当にオーマイガーみたいな、いや面白かった。いつもよりマシ、絶対楽しい、いい経験ですよそれな、いい経験やったわ忘れられん面白い、忘れられんわ、あれや。そう、あとなんかあのジュラシックパークあ、ジュラシックパークやばかったね。アリちゃんさんだけがびしょ濡れみたいな。みんななんであんな濡れてない、一緒に最前乗ったよな最前にはいたんですけど、ひどいよみんな避けた、まさか防水。そう、それも避けて、あいちゃんがそのまま受けていつ来るかわからんもん、初心者やけんこっちは。もう空怖すぎて、もうずっと下もういて、もうアリちゃんさん一緒でもそれな、いやおもろかったわ、めっちゃ面白かったですもん。だって最初はね、のんびりあの恐竜見よっただけやもんね。そうそう、あんなまさかブシャーン来るとは思わんもん怖いわあれ。でもソラはその代わりめっちゃスカートも 重くなってるけど、あらたー。でもあれってもしさ、うん、横にさ、うん、なんか、まあ、うちらは女子なんか結構、うん、締めるやつがギリギリまでいけたじゃないですか。うん、いけた。こことなく、でも男性とかいたら絶対やばいですよね。もうウキウキの子供がなんか、あ、確かに。そう、なんかめっちゃちっちゃい子供がなんか飛んでいきそうよね。横に結構大きめので男性の方がいて、それで本当に絶対飛んでいっちゃうだろうみたいな。確かに。どうなったか知らずに。めっちゃ焦って。それな。大丈夫かなって思いながら。絶対あれシートベルトゆるゆるだったら飛んでいくよね。いや、もうありましたよね、あれ。怖い、ほんまに怖い。ビョーンって飛んでいくよ絶対。飛んでいきますね。あれも面白かった、あのハリーポッター。ああ、2回乗ったよね、あれ楽しすぎて。え、ね、時間がめっちゃなんかね空いてたよね。うん、それな、ハリーポッター面白かった、ね、足ブランブランでから。そう、暑い暑いみたいな。なんかさ、靴がゆるゆるだったよ、アリさん。靴がさ、どっかに飛んでいかんかめっちゃ不安やった、あれあれ止めた、アリちゃんさんのせいであれ止まりますよ。止まるあれ。そうです、もう止まって、うん、休止みたいな、できなくなる。あ、それはやばい、申し訳なさすぎ。もう靴飛んでくーってずっと言おうと
けどね、靴は。そう、本当に。ちゃんとついてた。遊びに行くときは厚底を履かない。大地さん、盛るから。いや、大地よ、厚底は。足が大事。大地、写真撮ったらもうみんなガタガタになるやん、アイスだけ。確かに。もう。ほんまに面白かった。本当、何してましたっけ、あの時。え、あの時もう一瞬で一日終わったよね。ね、本当にもうなんか、でもほぼ全部制覇したよな。え、そう、でもあれが乗れなかったですね。なんかあの、うん、ハリー・ポッター・ドリーム・ザ・ライト、うん、なんか一番ゴージャスなやつよね。そう、なんかケインがいますみたいな。え、そう、意味わからんかったよな、あれ。そう、びっくりして、えっと思って、あれはひどい、誰が乗らさんかったんや。誰のせいや。時間とかであるらしいですよ。え、マジ？え、結構一番派手な、一番よう見えとったやつよね。そう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 、結構、お、あの、結構なんか定番な、定番なんや、あれ。マジか。あれ撮ったら多分アリちゃんさんもうやばいですよ。マジ？普通の多分どっか飛んでいきますよ。飛ばすな、私。もうパーク内じゃなくてもうどっか行って、うん、いや、ここどこってな、帰れん、一人で。帰れん、マジ置いてけぼり。片方だけ抜けて片方だけあるみたいな。悲しい。ミニオン面白かったよね。いや、ミニオンやばかったですね。めっちゃ楽しかった。ミニオンと、あと何やったっけ、スーパーマン、スーパーマン、いや、あの、スパイダーマン。110cm とかやけん、ね、余裕に超えとるよ。
きたい。マジなんか新幹線とかでちょっとやばそうやけど3人。確かに4時間かかる。4時間4時間かかるかも。始発か前日にせんといけ。それな止まらんと思う。でもやばいね。止まりたい。それなだって8時間よ。行って帰ったら8時間もう1日終わってまう。それで楽しまないから夜最後まで折れなくなる。それな始発音で行っても間に合わんね。すぐには入れんし。新幹線からまた電車とかですね。きつい。ねえ、また行きたい。待って本当に行きたい。ちょっと決めましょう。え？決めましょう。また復活し。それな計画立てよう。そうもう。ちょっと次はちょっとあんまりちょっとユニバじゃないからあれやけど。それな計画立ててどうやって回るかルート決めとね。そう、あのチーズ持って。しかもあの行列並ぶときはなんかご飯持っとかんってやばいよね。死んでまう。もううちらねやばかった。ほんまにお腹すいたしか言わんけん。そう、お腹すいたやばい。あ、充電ない。充電なくてもう。それな。やばかった本当に。やばかった。モバイルバッテリー大事。そう。もうマリーナさんはちょっと記憶飛んじゃったけど。それな。マリーナ持ってなかったっけんね、モバイルバッテリー。そうそうそう。アホすぎるよ、ほんまに。ね、楽しかった。またじゃあ計画立てて行きましょう。行こうね。行きましょう。楽しみ。みんみんゼミ。かわいいんだけど。楽しみ次。プリマ泊まろうな。すぐ行くけん、ソラハンチにピンポーンって。でももうぜひですよ、もう待っとって。手料理をおもてなししますよ。怖っ。怖すぎるやろ。嘘。ヤンちゃんさんがレバーの担当で、うん。ソラハが、うん。晩ご飯作る担当で。オッケーオッケー。でコッコさんは食べるんですよもう。最低だな。一番パイセン。一番パイセン。アリマリソラでもね。それな。アリマリソラはアリちゃんさんの家に泊まりたい。マジ？いいよ。アリちゃんさんの部屋を。うん。あの散らかして帰る。やめてー。やめてくれー。かわいいよ。もう来てね。ハイテンションですね、アリちゃんさん。うん？ハイテンションですね。それな、だって暇だもんね、ほんまに。元気です、何よりです。何よりですさ。で、また会いたいです。それな、早く会おうな。ね、会いましょう、早く。会いましょう、すぐ行くけん。ピンポン。じゃあ、もう毎日片付けときます。よろってく。いつでも行っていいように準備してて。もういつでもウェルカム。すぐ行きます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがちょう。また会いましょう。うん、またな。ああ。ありがとうございました。またな、そらはちゃん。チキチキピ。バイチャラポー。バイチャラポー。いっせーので。で。じゃん。終わった。デデデデン。終わりましたがな。かわいい、ありがとう。アモレ、アモレボーイくん。コキンさん、チョコキッチャー。母さん、かわいい、ありがとうございます。こんばんは。面白い。ソラ発電アスター。イエーイ。てか、電話しとったらめっちゃボロボロになった。髪の毛ボロボロになった。髪の毛ボロボロ事件よ。面白かった。タダタン。どうした。それな、髪の毛ボロボロ実験。マリの電話したよ今日。ほんまちょ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 でで、久しぶりやったね。ソラハとね、LINE した何年ぶりって感じや。待ってね、
5月11日ぶりやって。5月11 1週間はやってなかった。1週間ぶりや。やばい。ツルハにいっぱいスタンプで送っとこう。はにかゆ。1週間ぶりやった LINE が。まえさん花束ありがとうございます。イエイ。何年ぶり、1週間億年ぶりだった。1週間億年ぶり。ティティティンティティティン。ありがっちゃ。スタンプ送っとこう。あーちゃんのスタンプ送っとくね。ありがとう。好き。オッケー。あきらさんいいね。ありがとう。ゆりちゃんかわいい。ありがとう。黄色い人で当たってなかった。サマーバケーション。サマーバケーション。女子トーク。女子トークやった。ほんま。早く行きましょう。ねだって行こうな。早く行こう。早く行こうな。しゅんちゃんバラありがとうございます。1週間で久しぶりと本当1週間久しぶりよ。マリナはね今日お昼ぐらいに電話したんよ。そうだけどアリサが今から何宿題をする予定だったんよ。今から最後の課題を終わらす予定だったから、そうバイバイって聞いた。今から勉強するんでバイビーって言ってからそんな長話はしてないけど、写真メールでもお願いします。了解。まだねあんまり写真撮ってないよこれで。そうおうち焼肉したんよ。おうちで焼肉だからそれを今からメールで送りたいと思います。アリンコメールを撮ってくださってる皆さん楽しみにしていてください。お家で焼肉今からみんなにメールします。今からみんなにメールしたいと思います。お家でハッシュタグ飯テロするね。よし届けみんなに届け。 OK。 マリナちゃんの暇だよ。いや内容あったよ。ほんまに聞いてほしいって言ってから来たもん。面白かった。メールで1個来た。1個送った。そうもっといっぱい大量に写真を撮って皆さんに送りますね。そうこれ本当は普通にそう何こうこのひよこ着とるお姉さんこのひよこが届いた時にそうなんか着とったお姉さんは普通にこれだけ着とったんやけど、そうさすがにセクシーすぎる、これはセクシーすぎると思ってこれを着た。これはででんででで、んさりげなくアミューウィンクでございます。アミュー、さりげなくアミューウィンクです。イエーイ。お腹グーグーやから後で笑った。ご飯食べなな。そのアヒルひよこって書いてますがな、これひよこでんがな。ひよこでんがな。チキン、いやこれはチキンラーメンのやつじゃないけん言っとくけど、これはチキンラーメンくんじゃないです。そう
コンプラがそうコンプライアンス違反になってねそうコンプライアンス違反だったらいけないのでこちらアメウィンクさんでございます。デデデデデデデンデンガナダイナソー花束ありがとうございます。花束天ぷらどういうこと、わざてはひよこだよそれ、ひよこですひよこです。アミュー、アミューはアミューは公式のそうオンラインのやつがあるんですよ。 LINE 公式の LINE とかもある、オフィシャルどっちも一緒かオフィシャル LINE みたいなのがあって、そうアリサはそこでいつも見てる。 LINE 友達と追加友達登録みたいなしてて、そうででんってなんかいろいろお知らせされるんですよ。新商品出ましたとか、この商品 50% オフですとか、そういろいろ LINE で来るから、それを見てちょんって見てます。そう LINE 登録したらすぐ買う場面みたいな、オフィシャルサイトオンラインストアみたいな行けるから便利便利くんですよ。タケコプタケコプタケコプ企業の LINE 追加しすぎてどういうこと、企業 LINE 笑ったパン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 毎回変えながら分かる、分かります。こんばんはこんばんはこんばんは、明細セットアップ、そんなんあるん、そんなんあるんですか。なんか今思ったけどツインテールより下ろしとった方がよくない、これ皆さんどっち派ですかあでも下ろしたらなんか重いな、やっぱ髪重いな、ありさこれ髪重いな髪重いな。こんばんは。こんばんは。ここのチョロギを出してからやろうかな。あ、待ってきて。ほんま、え、マジ。ま、あ、マジ、マジ。あ、やば、マジ。マジじゃあこのチョロギを。あ、M 見ましたよ、私 M 見たよ、みんな見た？てかこの帽子がさ、絶対これさ、なんかお子様用だと思わない？なんかすごいちっちゃいんですけど、この帽子すごい後ろ緩めないとさ頭すっぽり入らないんですけど、見た？ M あれなんですね、2話と3話同時配信されてた。そう NG 集が面白かった。 NG 集っていいよね、面白い、これぞ待ってましたって感じ。ちょっと一回帽子取る帽子、やっぱ帽子なかったらなんかひよこに見えんな、横に見えんぞよ。来週はなんか違うドラマだって、なんか違う、そうなんか、まあ、詳しく見てなかったけど違うドラマ配信って書いてあったよ、来週上の方にテロップで。マジーと思いました、第4話かと思ったら。何だったっけ、なんか恋愛系の予感がしたけどそう違うドラマ配信するんやって、キヤー
それな、悲しいよ、悲しい。Easy to dance, hey, easy to dance。 のぶた見てるよ。のぶた、のぶたプロデュース中止されたじゃん。のぶたプロデュース中止しようぜ。マジ中止したらあかんがな。中止したらいけん。そしたらね、パパにね、そりゃいろんな展開がないと面白くないじゃん、それがドラマ注文じゃって言われました。はい。そうそう、プロデュース中止したらいけんやんってからこっちが言ったらね、そりゃいろんな展開がないとせーって言われたわ。そっか。それがドラマっていうもんだよ、みんな。それがドラマっていうもんでございます。のぶたパワー注入。のぶたパワー、ゆっこらしょ、ゆっこらしょ。ツインテールができないよ。こんな感じでいい？難しい。イージーインドゥダンス、イージーインドゥダンス。イージーインドゥダンス、ヘイ、イージーインドゥダンス。それはアユの歌じゃないよね。OTF やったっけ？OTF。髪の毛伸びたよね、アリサ。なんかバイトの、バイトのお姉さんにおりそうじゃない？こんな感じ？あ、TRF、それだ。それだ。ドラマの中で OTF みたいな名前ない。Over the Future みたいな。ドラマの中では OTF っていう名前ってね、あるんよ。フワちゃん、確かになんかテンパークにいそうだね、なんか。てか、なんか暗くない？なんでだ？いて。なんか暗いな。今気づいた。もうちょっと明るくする。ダダン。どうだ？よくわからんな。よくわかんねえな。このオレンジの光ってやっぱさ、白い服とかじゃないとダメなんかな。すごいオレンジ感増しとるよね。黄色い服着てからオレンジライト当たっとるけ、なんかオレンジ感増してない？そんなこともない？歌のお姉さん、ちょっとやだな。歌のお前、注入。はい、はい、いなくなった。なんかね、あのちょうどいいところにね、あののぶたからの M を見ようとしてから、そう、普通にリビングでからこうやって見ながらおったんよ。そしたらそのまんまそこで寝てしまったんよ。だから寝るときここの部屋に来んくてから、そう、ショールーム終わったらもう一切アリサの部屋に来なかったから、そう、ハエに出会うことはなかった。その間ずっとあのドア開けてたから、多分どっか行きました。よかった、ピース。リビングで寝てた昨日は。起きたらリビングだったの。だからハエに出会うことはなかった、あれ以来。多分いないと思う。また姿を見せたら、おこ、戦うぞ。私は戦っていくのだ。かっくれんぼしない。怖いよね。だってもうこれもハエに見えてくるもん。なんならこの後ろのクローバーみたいなシールもハエに見えてくる。
殺虫剤、そうだね、ハエ、ハエのスプレー近くに置いとかなきゃ。もう8時やん、やばいな。やばばんばば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 、茶色に変えて、ほんまにそうなんよ、ほんまにね。まだその何蚊とか虫とかにこう対抗できる注射をしないから、チャビくんとロニーちゃん、なんかほんまに蚊から、ま、守らんといけないね。そう、アリサが守らなきゃそう、まだ注射してないからさ、その何虫をバリアするみたいななんだよう分からんけど、そう、まだ注射してないから守らなきゃ。いや、そう、そう、スプレーにめっちゃ頼ってるもん。シュッシュッ、蚊がいなくなるスプレーみたいなめっちゃ撒き散らした家の中、うん、蚊に刺された。マジ？もう蚊に刺された？もう蚊おる？わお、もう蚊おるとか早いな。スプレー大事よ、蚊がいなくなるスプレーそう、大事で、スプレーに頼った方がいいよ。メール来た？よかった。あ、てかじゃーん、乾杯会ジュースオンラインラムネラムネしようと思ってまた持ってきました。じゃーん、イエイ。やっぱね、ラムネは一人で飲んでもね寂しいから、やっぱオンラインラムネをしようと思ってまた持ってきましたので、皆さんもお手元にあるお飲み物を準備してください。これどうやって開けるのだったっけ。これか、ドゥドゥン、牛乳、いいね、牛乳。おお、とっとっとっと。それではラムネ開封式、ラムネを落とす式ラムネを下に落とす式、あ、ラムネじゃない、ビー玉ビー玉を下に落とす式をしたいと思います。ひよこさんは逃げてください。それでは参ります。皆さん逃げてください、離れてください、一定の距離を保ってください。それではいきます。よし、ふう、気合い入れてくださいそれではいきます。3、2、1、バッ、おーい、いい音した。やばい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 、すぐ拭かないとアリンコが寄ってくるすぐ拭かないとアリンコが寄ってくるぜ。そう、アリサ、アリサっていう名前だけど、アリは嫌いなんだアリの大群は嫌いなんだ。 よし拭きまーす。すぐ除菌してください。よし、リアルアリンコリアルアリンコもう怖すぎ。アリの巣とか作られたらもうたまったもんじゃねえや。いや、ふきふきふき、しっかりと除菌しましょう皆さんこうラムネがね飛び散った後飛び散ってはないけど、飛び散った後はしっかりと除菌してくださいね。わ、除菌ペーパーがあともうちょっとです大変。ふき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 、オッケー、完璧です。それではこのまま、どうしよう、
コップを持ってきたんですけどね、一応このまままずいただきます。それでは皆さん準備はいいですか？何かお飲み物をお持ちでしょうか？それでは参りたいと思います。せーので、キャピーコーンできました。せーので、キャピー私が映ってる。んんんイエーイラムネにアリサが映ってる。キャピー、え、難しいな、なんでいな位置が変わるんだ。こっちか、こうか。スクショタイムキャピー、よし、いいね。パーおひーおひー、あー、染み渡る美味しさですね体中に染み渡るぜ。やっぱコップに移さん方が美味しいね、これは。このアナログ感がいいって言ってましたもん。だってラムネの工場のおっちゃんも、そう、ちゃんとね、ラムネ何、ヤマトラムネのね、ラムネ工場の方に聞いてきたんですから、ちゃんと。あれ、このラムネなんかあんまりない、このへこみかな、なんかこのなんだ、こうか、こっち向きにしてこう飲んだらここにビー玉が引っかかるから、そう、いいらしいよ。本物はこうやって飲むんだって。普通に適当にこう飲んだらビー玉がこっちに来て塞ぐじゃないですか、この穴を。だからこういう感じ飲んだらビー玉がここで引っかかってこっちに来んらしいよ。おいしい、直飲みがいい。確かに間違いないわ、コップに移さない方が。夏休みちゃん小学生男子、アリサ今小学生男子っていうワードにハマっとんや。なんでかというとなんでかというと、ゆうなもぎおんチャンネル見ましたか？そう、ゆいりさんのグラビア撮影に潜入してみたみたいな、ゆうなもぎおんチャンネル見て、で、ななさんのさすが、さすがすぎる、ななさん の, しょあの小学生男子館にね、ハマの面白い、つぼったんよ、めっちゃつぼってしまってからななさんの小学生男子館がね、もう面白すぎて今それにハマってる小学生男子っていうワードにハマってるんだ。うん、あれ、おいしい、おいしい、ね、ちょうど今日見た、面白かった、あれは。憧れすぎて、やばい、確かめっちゃ細かって、やばい、折れちゃう、バディナイスバディナナさん面白すぎたよ。そう、もう出てきちゃってたよね隠れないといけないの。うん、おいしい、絶対いる、ダメよアリサしか見たらいけんっていう動画やけあれアリサしか見たらいけんから、あれは。ばっはぁ、めちゃめちゃおいしいなラムネは最高だぜ。見つかりだそうなんよ、オンライン夜ご飯、いいね。ふき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 、よし、いいね。今日はおうちで焼き肉よ、アリサは。パパパパパパ、夏
葉のラムネ It's 最高それな最高だってこれねスーパーでねちょっと前のねちょっと前に行ったスーパーで見つけて結構安かったんよお手頃価格やったけんね4本買ったんだよ一気に4本買ったらねめちゃめちゃ重たかったその日レジ袋も買い物終わった後の袋がラムネのせいでめちゃめちゃ重たかったわあと2本あるはずあと1本しかなかったっけあと2本あるはずなんよねおいてー気合入ってるやんそれな全然怒られてないよそう何本買っとくみたいなだって2本ぐらい買っときって言われたら4本言ったまあいいやねんかっていう突っ込まれたけどね2本ぐらい買っときって言われたら4本入れる私どう思う、うん、くう染みるぜそう2本2本アンジーリーのマスクいつ発売なのあれはすぐポチりたいなアンジービーのマスクいつ発売なんですかあれです知ってる知ってるグッドエブリデイアリサさんヤッホーグッドエブリデイ間違えたゆりちゃんハートありがとうハートセンキュー黒マスクでも迷うなどっちも可愛い黒も白も欲しいんだよねアリスアンジービーのマスクやでだって絶対可愛いやんグッドイブリあイブニングイーブニングイーブニングか間違えたうん発売された即ゲットするぜイエーイ春服着る気がそれはないよなアリサも流行り春のトレンドカラーのねずんだカラーの服とかねそうゲットしたのにピエンピエンすぎだよどういたしましてお元気です峰吉元気ですひよこ姿かわいいありがとう春は去ったいつの間にもうすぐ春ですねって歌ってたのにねもうすぐ春ですねちょっと気取ってみませんかもうすぐ夏ですね夏がすぐそこに来るんだよ半袖シャツうんほんまに半袖だよ今は半袖で過ごさないともう死んじゃうレベル今トレーナーとか着てたらもう死んじゃう死んでまう、うん、アロハシャツアロハシャツ家なのに謎に忘れマジそれは意識高いよ意識高いアリさんもう別にあの何おしゃれな服着ようかなとは思う
一瞬頭によぎるんやけど、いやでも誰にも見られんしなと思って逆にね、逆に T シャツを着て、ダボッチョな T シャツ着てラフにしとく方が可愛いんじゃねえか説だけど、そんなことしたらそうプクプク太るからダメなんだよ気をつけましょう。ほんまにやばい、ほんまにやばい。また豆腐スイーツ作っちゃったんよね、だからそう毎日コツコツちょびっとずつ、その一気に食べたらもう豆腐スイーツで、豆腐使ったヘルシーなんだとは言いつつもやっぱねスイーツなんでねそう、うん、チョコマカ食べていきたいと思います。うん、そう豆腐スイーツ、豆腐のスコーンめっちゃ美味しかったよ。そう豆腐スコーンほんまに美味しいけん、みんなやってみてください。砂糖入れてない、砂糖も使わん、卵も使わん、牛乳も使わん、ほんまに豆腐と粉だけです。豆腐と粉とチョコ、チョコは大事チョコは大事なんやけど、そうほんまに豆腐と粉とチョコって感じ、それでできちゃう。砂糖は使わん、卵も使わん、牛乳も使わんって感じです。え、レシピは教えてあげようか教えてあげようか。ホットケーキミックス、今あ品薄なんですけどね、ホットケーキミックスと豆腐とチョコ以上ですホットケーキミックス、豆腐、チョコ以上、それをあの何ドーンと入れてこう一緒に混ぜます。豆腐が粉々に、豆腐をねそうあの粉々にもして、粉々というか滑らかにクリーミーな感じになるぐらいまでこうやりの粉を入れの混ぜの、そこにこう一つに固まってくるんよ。そしたらこう一つの塊的な感じになってくるので、粉々しい感じがなくなったら、何チョコレートを入れます。チョコレートを板チョコをこうポキ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 割ってった系のチョコレート入れます。そうしたら、終わり、形を作って焼くだけ簡単さあ、簡単。チョコは2枚使ったかな2枚使いました。ミルクチョコレート、明治のミルクチョコでレッドライト2枚。豆腐は1丁と半分使ったかな。ホットケーキミックスが 200g いるんですよ。ホットケーキミックスは作れるから、そう今ないんですけど、小麦粉とベーキングパウダーとがあれば作れるのでね、やってみてください。ベーキングパウダーさえゲットしたら作れます作れますぞ、やってみて。で、まあ、粉がまず 200g いるよ、ホットケーキミックスがね 200g で、豆腐は粉が結構ね、アリサがねやってみたらね、あのえこれさまとまらんくねみたいになったんや水分が少なすぎて、なんか豆腐と粉の量が見合ってなくてさ、えこれまとまらんくねみたいな、ずっとなんかそう粉が全然まとまらんかったから豆腐を足しました。けまあ豆腐はあの適当よ、そうちゃんとこうまとまるようになるぐらい、水を入れてもいいんかもしれんね。あれなんでなんやろ、ちゃんとねレシピ通りやったのにね、分量はそう全然まとまらんかったんよ、水分が少なすぎて粉がなんか水入れてもいいんかな。アリサは豆腐足したんやけど、水入れてもいいかもしれん。よくわからん。まあそんな感じ。そんな感じでございます。で、
私いやアリサはでデリッシュキッチン様がないとできないから何もデリッシュキッチン様いつもありがとうございます。お世話になっていますこんにちはデリッシュキッチンです今日は豆腐でスコーンを作りたいと思いますみたいなデリッシュキッチンがないと作れないからね。みんなもやってみてください。レシピいいね。そりゃそうよ。だってさ、みんなお料理しましたとか言うけど絶対レシピは見とるから思いません。だってさ、レシピ見ずにやってくださいみたいに言われたらさ、分量もわからんじゃん。えみたいな。そう、分量もわからん。なんか何そういうさ、肉じゃがとかだったらさ別にできるじゃん。そんなんわかる。まあ大体こんぐらいかな。じゃがいも3個、人参半分、玉ねぎ、肉じゃがって玉ねぎいるっけまあそんな感じでさ、そういう何料理系、その焼きそばとかも、ね、全然目分量でできるよ。あ、野菜ちょちょちょこんぐらいあったらいいかみたいなお菓子作りは絶対無理やけん、目分量、分量が大事やけん、ね、その粉と水分のこの絶妙なバランスが大事なわけでお菓子作りは絶対ね、レシピがないとできんよ。絶対の絶対の絶対そうだってね、アリサもミスったもんほんまにチーズケーキ流行っとるけ、チーズケーキ作ろうと思ってさ、そうこう最初はレシピ通りのね分量でやっとったんよ。でもね、そう見たんよアリサレシピのやつを見たら、なんかシャバシャバ系じゃなかったんですよ。なんかすごいこうトロトロとんろりとんろりした感じの生地になっとったんよ。でもアリサはちゃんと真似したはずなんよね。そう同じように作ったはずなのにシャバシャバ系だったよ。シャバシャバ生地ができちゃってからね、これはいかんと思って、これ粉を足したらいいんかと思ってね、ホットケーキミックスを足したんですよ。そしたら、そう、それと焼いたらめっちゃ硬いのができてチーズケーキってこうしっとりこうスンとフォークが入るケーキじゃなかったっけなって思うぐらい、すごいフッってこうフォークをやっても全然切れんような、なんか硬いケーキになりましてなんかお菓子作りはマジでダメだよ。そう、目分量マジでダメですそう、ほんまにやっぱカチカチクッキーと思ったら食べれるってぐらいのチーズケーキができたチーズケーキ作ったはずないけどクッキーになったんですよ。めちゃめちゃ硬いのができたからそう、お菓子作りは分量大事、ほんまに分量通りレシピ通りやらないとね。ほんまにクリームチーズの無駄遣いやったわ、ほんまに美味しかったよ、味自体は美味しかったけど、ただ硬かった、ただただ硬い、クリームチーズの無駄遣いしました申し訳ないうん、目分量でお菓子は100そう、無理、絶対無理よ、無理。顎の、うん、そう、顎のいい運動ですよ。全体は似合ってる。ありがとうありがとう。このツバって下にやってたらなんか顔暗いよね。絶対あげるもんじゃないけど、でも顔暗いけこうしとこうこの黄色いところ、オレンジ色のところ、やっぱあげとこにん。ひよこみんなあげて、ほんま今時つばあげるの、ほんま。でもなんかくるくるにしたはずなのに髪の毛、そんなって感じじゃない、微妙ってかまっすぐでもないけどくるくるでもない
微妙って感じ。髪の毛が多いぜ。2つにしてもこんなにあるってこと。髪の毛が多いね。普通こんぐらいが理想だよね。アリサ、この半分ずつっていう感じの量が理想。少なすぎる。普通みんなどんぐらいなんですか。うん、普通やっぱ半分じゃない。これ2つとも半分にした感じ、こんぐらいが理想やな。ぽいな髪。こんばんは。アリサパワー注入。注入。こんばんは。細いついて憧れるよ。こんなにぶっといツインテールは見たこともない。キーホルダーか、そういうことか。そういうことね。あの豚ちゃんキーホルダー可愛かったよね。アリさんも欲しいわ。アリさんも欲しい欲しい。あっ、うん、注入。新作の、あ、かっこいい方、なんかお高そうなあれね。あれね。7並べをしますか皆さん。7並べのおタイムです。あ、見てほしい。ちょっと待って。ウィーン。これを動かします。あ、間違えた。じゃじゃーん。じゃじゃーん。ここのアリサのホーム画面を変えたんですよ。何の報告ですか。かわいくない。めっちゃかわいい。画像にできちゃった。超自慢。これ超いい、超いいんですけど、ここのロック画面は変わらず、そこのカノンちゃんのこの足になりたいと思って、こうね、このやつにしてるんですけどね。じゃーん、ホーム画面をねこれにしました。めっちゃ可愛くない。映えてない。これもカノンちゃんのインスタからゲットした写真です。え、映えちゃうねこれ。どう、今度はカノンちゃんの足を上から撮った写真。そう、映えだ、映え、ほんまに。そう、めっちゃ映えてない。なんか海外ガールって感じ。海外ガール、なんかね、かわいい画像見つけたんだよ。かわいくない。アリサこういうのやってみたいんだよね。かわいい、かわいい、この画像。こんな家なんだって、海外の女の子は。こんなお部屋に住んでるらしいよ。かわいくない。なんかズームでさ、なんかやるときさ、背景にできるかなと思って。そう、ズームの背景にさ、やりたいんだよね。なんか、やるときないけど。なんかね、普通にズームで話せないかな。みんなで話そうよ。ズームつないでから話せるときにさ、こんな画像とか背景にしたらさ、こんな部屋に住んどる子みたいじゃない。なんか、こんなお部屋に住んでる子みたいになるからやってみたい。っていう変なあれです、趣味。変な趣味、ズームの背景にしたいな。ズームの背景にできるよう画像をね探したんだ、昨日終わってから。終わってから探すっていう手遅れ女。
手遅れ女です。うん、トークルーム作る行きたい。ズームいいね、よき。彼女に似てた。嘘、本当？こうやって撮るんや。コウコちゃんに教えてもらった。こうやってそう、携帯をこう持ちまして、ここにやってこうやって撮るらしい。肩の上に顔を乗せてこうやって撮るんやって。そしたら漏れるよって教わった。そう、おきちゃんおきパイセンの準備力をね、そうリスペクトしてアリサも探したんだ、その後海外ガール風なお部屋がいいなと思ってね、画像を調べた結果出てきたあれが。うん、おいしい。ズームの背景にしたいから早くやりたいですね。またこれだよ、ダダーン。そう、ここにおる感じにできるんよ、ほんまに。かわいくない？かわいい画像見つけちゃったんだよね。かわいい画像。かのんちゃんファンなの。かのん、のんのんガールズ。私のんのんガールズ。かわいいでしょ？さくらんぼ。かのんちゃんさくらんぼ好きなんだよ。アリサはパイナップルが好き。パイナポー。ズームのサイズ合ってる？サイズとかあるん？あれで、サイズわかんね。オーケーオーケーオーケーベイビー、準備できました。私は、皆さんは準備できましたか？じゃあ21分50秒でいきたいと思います。21分50秒、まだ準備時間はあります。そうよ、ありありガールズ。なんか変だよね。カノンのノン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 ガールズ、アリサ、サンガールズ。誰やねん。サンサンガールズはどう？誰って感じ。アリサ要素なさすぎ。8秒前、7、6、5、4、3、2、1、ちょん、押しました。バンチョスさん、みずきちゃん、くりちゃん、イエーイ、対戦ありがとうございます。やっほー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 。黄色風呂、黄色ペンライト、よし。オーマイガール、ノンゾトップ。ちょんちょちょちょん。サンサンガールズ。アリサンサンガールズ。アリサンサンガールズ。リサリサガールズ。すごい！バンチャスさん、綺麗！ペンライトが。1、2、3、4、5。5色さ、一気に振ったらこんなになるんやね。すごい、めっちゃ可愛いんやけど。1、2、3、4色一気に振ろう。アリさんもどう、振れてる？4色振った。野々村かのんちゃん、そう、かのんちゃん推し。
リサリサがリソちゃんって呼ばれたことないもん。アリサ、アリちゃん、アリちゃん、上の2文字しかないからさ、なんか謎よね。リサって言われたら誰って感じ誰って感じじゃない、馴染みなさすぎてそう、アリちゃん、ミネちゃんあるけど、リサちゃんはないな、呼ばれたこと。さすがに人変わってもモテる。おーっと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 、出しておくれよみんな。キャー3位になっちゃいました。3位、リサちゃん、リサちゃん、ロサちゃん、リサちゃんって感じの顔じゃないなリサちゃんって感じじゃない。アリサはジュジュンジュンジュジュン。次、あ、次も50秒でいきたいと思います。50秒、9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1、スターティン。おしましたでしょうか。対戦ありがとう、みずきちゃん、ありがとう。花粉花粉花粉。てっちゃん、ありさを応援して、なそさん、誰だ誰だ。ありがとうございます、対戦ありがとうございます。こんばんは、久しぶりに見に来ました、ありがとうございます。電車さん、ゆいゆい、神吉さん、や、嬉しい、やわらすいありがとうございます。すごい、ペンライト、ペンライト、ペンライト振ったら可愛いね。イエイ。でもね、え、あのさ、質問質問、はい例えばさ、かのんちゃんはあのスマホでね、 YouTube 撮ってるんですよ。あれなんかモーニングルーティーンとかナイトルーティーンとか YouTube に上げてるんですけどね、それを見たら、そう、スマホでこうやって撮ってるんだよね。それってさ、あれまさか無加工カメラですか。まさかの、まさかの、まさかの無加工カメラなんかな。どう思います、皆さん。だって強くない、無加工カメラであの顔は強すぎるなあめっちゃそこが気になってたよ。こうやってスマホで撮ってるからさ、えっって思って、無加工カメラだったら強すぎな、強すぎなお顔が。どう思います。うん、だだ、なっちゃんの奇跡、あ、いますね。いるって本当ですか。いますよ、なっちゃんの奇跡。なっちゃん、なっちゃんって誰なっち、あー、キス、田中美穂ちゃん、なっちゃんたな、たな、あ、田中のなっちゃんすごいとこから撮ったねんな。うん、女優ライト、あー、でもさ、無加工カメラで女優ライトやったとしてもさ、そんなに漏れないよねへえー、あー、渡辺な、あー、絶対そうやろ。田中のなっちゃん、なんかすごいすごい、なんか無理やりじゃねだったら美穂ちゃんやから、みっちゃんやろ、みっちゃん絶対そっから撮った方がいいって。うん、すごいとこかな、撮ったなってならん面白い。やった、1位、1位
ネオシアリサネッちゃんネッちゃんヨッちゃんみたいな感じよすごいとこから撮ったなって感じじゃないおめでとうイエイありがとうございますありがとうございますOh I love you Oh I love you Oh I love you Oh I love チャレンジやりたいなアリさんもねっちゃんキモすぎ呼ばれたこともいないよ聞いたこともないですそんな人聞いたこともないけど次は10秒でいきたいと思います30分10秒8時30分10秒でいきますよしやちゃんラブ誰の極み誰だの極みだねそれはうん30分の10秒です20秒前9、8、7、65秒前4、3、2、1ズドンズドン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 攻撃だいけさて当たったのでしょうかおお塩こうじいさんパティ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 塩こうじいさんありがとうございますありありあり対戦よろしくお願いいたします対戦ありがとうこちらこそありがとうピースピースピース Oh I love you チャレンジ知ってますかM のドラマの中で出てくるんやけどねそう愛がニューヨークに行ってからねレッスンした時にやってたやつここにろうそくをろうそくの火を灯してからそのろうそくをこう揺らさずに歌う練習なんだよそうそうやってみたいありそうろうそくないかなろうそくって家にあるもんろうそくって家にあるもんよねないんかなハッピーバースデーの時とかにいるもんねろうそくOh I love you Oh I love you チャレンジここにろうそく置いてからそれを揺らさずに歌う練習だよそうほんまにそんなことできるんかなと今めっちゃ思ってる、うん、太いやつがいいんだそれそうかろうそく揺らさずにでもいけそうだよねあの優しく歌えってことかねお腹から腹から声出せー的な感じなんかなそう面白いその練習したい、うん、ヤッホーヤッホーヤッホーそれでもし成功したらじゃあここに持ってくるねろうそくをそれでカラオケ配信するいいねそれくだらない練習しとくわ一回練習してあやばいジョーカー反則負けしたわあるあるアリサのあるある負けそう部屋を真っ暗にしてもう真っ暗や真っ暗や真っ暗真っ暗にしてここにろうそくの火を一本だけ灯してカラオケ配信するっていうロマンチックなロマンチックな配信どうよロマンティック配信しようかな。倒れたらもう燃えてまうアリサの部屋が燃えてまうわ怖っ倒したら結構ヤバめ消火器がいる消火器うん怖い話できないアリサ向いてない怖い話に向いてないからダメだようん
怖い話、なんか何だったっけ、修学旅行、小学校の時の修学旅行とかでなんかみんなでやったけど、そうアリさんの時だけ全然何とも思ってくれなかった、悲しい悲しすぎる。怖い話、なんか一人ずつ怖い話大会みたいなやったけど何にもえって感じだった、最悪やったほんまに。別に内容自体は怖いのにね、どんなやつか忘れちゃったけど、おいしいラムネちゃん、ママのマジでそれは面白い、うん、枕投げしてるえ嘘、アリサ結構攻めたことあるよ結構攻めたことある、なんか夜中に夜中にこう何、みんなで怖いじゃん、みんなでね、だからみんなでお手洗いに行くふりをしてからそしたらね、先生たちがなんか丸になってからなんか話しよったんよ、だけこう行くと見せかけてなんかめっちゃ聞いてたことある、盗み聞き盗み聞きしたことあるよ一人じゃないさすがに、一人真っ暗すぎて一人は怖いけん、みんなで行ったんやけど、そう行くとこう見せかけてこう盗み聞きしとったことある結構攻めたな。次はじゃあ50分でいきたいと思います。30秒後に行きますでも忘れたの、何の話しとったかな、それはやかつだった気がする、さすがに修学旅行じゃなくてやかつ、やかつなんかテントみたいな変なとこで寝るじゃん5秒前、4、3、2、1、スタート、ディ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 、ハロー初見ありがとうございます。 STU48 広島県出身のアリちゃんことミネルシャリサと申します。よかったら右上のハートをポチッと押してルームフォローをお願いいたします。おっすおっす、ヤホマル、おー I love you、打ってみて、どういうことどういうこと、パッポンパッポンパッポンどういうことどういうこと、ザンザン、ロマンスケンジューババンバン、なんとかなんとかババンバン、え、どうしよう、 ここにしよう、よし、チーズ。なんかクインテッドさんのね公演全部見れるやつがあってね、 YouTube でそれを見て、ロマンス拳銃っていう歌にハマったんですよ。そうなんだけど、その何、クインテッドさんの動画が全部終わってからその曲をもう一回聴こうと思って、そう一旦全部見たんよ。そしたらなんとか拳銃だったっていうことを覚えてるんよ、なんとか拳銃ババンバン、だからなんとか拳銃っていう歌やろうなって思っとったんよ。で4文字だったよなと、ウイルス、ウイルス拳銃よね、え、ロマンス、え、あ、ロマンロマンス拳銃や、ロマンスっていう言葉をね忘れてたんよ、何拳銃やったっけと思って、でいろいろ YouTube で調べたんよ、ウイルス拳銃とか、ハートの拳銃とかえ、何拳銃やったっけと思ってウイルス拳銃やったっけ、ハートの拳銃ババンバーやったっけなとか思ってね、なんかいろいろ調べたらね、全然ね、全然違うくてからね、なんか普通に
あのウイルス拳銃とか撃ったら、あの普通になんかあの何かっこいいなんか真っ黒いなんか拳銃の動画とか出てくるけほんま焦ったんですよこんなんじゃないと思ってそうめっちゃ焦った。で最後の最後にロマンス拳銃出てきた、よかった。あれ出てこんかったらほんまにね全然思い出せんところだったよ。ハート型ウイルスな、それは知ってるよ。ハートの拳銃かウイルス拳銃か、あと何だったかな、あと4個ぐらいね結構やったんだよ全然違ってたウイルス拳銃、あ、じゃあロマンス拳銃ウイルス拳銃好きなんや、結構ハマってる。そんな歌ないのに、ウイルスロマンス拳銃ババンバン、なんとかこうとかババンバン、いいねそれな。次20秒でいきたいと思います。20秒でいきます。皆さん準備はいいですか？10秒前、9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1、ポン。押しましたか？あと1回ロマンス。ロマン、私のロマンス。私のロマンス。私のロマンス感じてくれよ。お、てっちゃん、まさきさん。ありがとうございます、対戦ありがとう。イエーイ。ロマンスって何回でもらえるやつだったっけ。ロマンス、ロマンス、ロマンス、ロマンス拳銃バワンバンダダン。うわやばい、使えるわ。ジョーカー2枚も一気に取ってしまった。15？ あ、ロマンスは10回、あ、10回か、焦った。15回も対戦せんともらえんのかと思った。え、 15なんだ。ロマンスは15回か、すごい。キャンディー、あ、キャンディーね、キャンディヒット、ほらおてての中、うん、寝てき下のその上で転がすのよ、甘くてちょっと酸っぱい、元気ララ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  Everybody say Everybody fight fightいけ、行くんだ、ミノシアリサ、お願いいたします、お願いです。そこには出さ、あー、ラッキー、これは1位確定だ。いや、わからん、これは1位だな。1位取ったぜ、ごめんか、センキュー。1位1位いただきました、ありがとうございます、うん、パラダイスの星色ついてるけど、パラダイス、パラダイスが20回、やば、20回でパラダイスか、やばいな。クセ強メンバーだな、誰誰、え、クセ強だよね、クセ強、クセ強、今何分だ、43分。じゃあ次ラスト対戦でいきたいと思いますみんな準備はいいかい、
桜の畑で笑った説明とか。次は最後ラスト対戦は45分10秒にするね。45分10秒、今から1分待ちましょう。ラスト対戦なので時間空けます。45分10秒でございます。皆さんゆっくりとお茶でも飲んでお過ごしください。あとこんだけだ。意外とラムネ1本ですぐだよ。すぐ飲んじゃう、怖さ、怖み。あと30秒前です。準備はいいですか？うん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 。おお、そろそろ集中してください。集中タイム10秒前。9 8 7 6 5 4 3 2 1、ラスト。さてどうだ。あれ、ゆりちゃん、ゆりちゃんと当たってた。わっしょいわっしょいわっしょい。でも一人しかいない。カナティー、カナティーよー、カナティー。炭酸抜けてる。確かに。うん、ほんのりとしか炭酸がもうない。アリサはここだよ。みんなどこ、みんなどこなんだよ。やばい、あと3センチぐらい。あと3センチぐらいしか残ってない。お、これは勝てるかもしれない。すまんが、これは勝てるかもしれないぞ。ミネオシアリサ15歳。これは勝てるかもしれないぞ。勝てちゃってもいいのか、ジョーカーは。なあ、どうしよう、受け取る。ジョーカー受け取っちゃいました。またしっ、あ、使える、よかった、ジョーカー使えました、無事。たけしさんファイト、ありがとうございます。ファイト。おー、やばい、トンネル来たー。トンネル来たー。まさかのそっちトンネル、そっち系な。うわ、これは負けました。トンネル来たので、一番端、トンネル来た一番端っこのカードしか持ってない。これは負けました。皆さんすみませんでした。普通に用意でした。普通に用意でした。申し訳ございませんでした。普通に用意でした。ラスト対戦は普通に用意で終わりました。原因はあれです、トンネルされた時に一番端っこのカードしか持ってなかったです。それが原因です。悲しい。ありがとう、ゆりちゃん、ナイス、ありがとう。パチ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 ンパチンパチンパチン。トンネルされないようにする、難しいよ、そんなことできねえ。てっちゃんだるま、ありがとうございます。1位か4位、そう、今日1位か4位だったな。うん、うん、1位か4位だった今日。すげえ。てっちゃんだるま、ありがとうございます。だるま、ゆりちゃん、ありがとう。こちらこそありがとう、ありがちゃー。あ
ありがちょう。一曲どう、一曲一曲打っちゃう。なんかね、スタジオのさ曲を歌う配信しようかなと今思った。ふと降りてきただけどう思います、皆様。スタジオのまあ古い公演でもいいし、ついこの前ではないけど、ついこの前までやってたやつでもいいし、スタジオでまあ踊ってた曲をフルで歌う配信あ、その時にろうそくやろうかな。ろうそくチャレンジは絶対やりたいんよ。なんかやってみたい、あゆになりたいあゆになりきりたいから。そう、あゆはそういう特訓をしてから歌手になったんだって感じじゃん。だからろうそくチャレンジは一回やりたいんだよねだからそう、スタジオの曲、スタジオのあんななんだちょっと激しめの曲でもこうろうそくの火を消さずに歌い切れるのかっていうチャレンジをしたいなやりたい。まあ練習してから来るから火事にならないようによろしく。もう一回、あ、もう一回七並べ、あ、七並べラスト、もう一回ってことですか。やりますか。ではそれではもう一度、うざうざうざ勝手にうざうざうざエキサイティングうざうざうざ嫌われるモノクロ。最後の一行の歌詞に泣いた、愛が欲しいってやつ、あなたのん、あなたの愛が欲しいやだっけ、私の愛が欲しい、あなたの私の愛を欲しい、私に愛が欲しいみたいな、その歌詞をね、いや泣けた。 あれはそう、おばあちゃんにじゃなくてマサさんに書いたんでしょそう、マサさんを考えながら書いた。ラスト一行、みやこ先生だるまありがとうございます。イエイ。それでは何分、52分30秒でいきます。30秒、まだん、くしゃみが出なかったカラコンやろう、ハートありがとうございます。30秒でいきます。30秒前です。羽ばたき出した僕たちのせいにうだだだだんだだだだだ。でもやっぱアリサはポーカーフェイスが好きです。どうして泣いているの。5 4 3 2 1、トン。ラスト対戦どうなるのか。あ、みんなありそうしじゃない、これ。イエーイ、推しメン探し中。ん、私なのに推しメンカードアリサのカードにしながら推し名探し中とはなんだラストで切れるアリサカードにしたら推し名探し中やん、アリサやんけこれこれアリサにするしかないやろでも大将ありがとうございますいやだって面白い人がいるんだもん。アリサカードにしときながら推し名探し中で、これアリサにしとるやん変えるのか、うん、怒ってるポニーテールツインテール、私は怒ってる。アップ、やばいよ、ジョーカー持ってるけど使い道あるのか。峰吉アリサ
使い道はあるというのか。やばい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 ぞ。また最後の最後でジョーカーがやばい宣言。暫定ありさ、よかった。やばいやばいやばい、最後の最後でジョーカーやばい宣言です。あるある言いたい。何、どうせジョーカーやばい、どうしよう。うわー、ありがとう。あうるさすぎる。え、待って、これやばいやばいやばい、もう負けましたね私。はい、負けました、すいませんでした。負けましたんで、ありがとうございました。あ、もう負けましたんで4位でした、私4位でした。あのね、聞いてほしい、これは絶対使えると思ってジョーカー受け取ってからね、13に使いたかったね。13、そうだから11を出してくれたら13のためにジョーカーを使えたのよ。だけど11を出す前に1を出されてトンネルされたのよそう、トンネルにされた。アリスは使える予定で取ったんや、ちゃんと使えるつもりだったんや、ほんまに。そうだけど 1が1を出してトンネルになったからそういうパティーンもあるんだね。勉強したよ。そういうパターンもあるので皆さん気をつけてくださいジョーカーの受け取りには気をつけてください。いい使う予定がそうね。じゃあ55分になったので、やばい、ああリボンがゆるゆる、このリボンかわいいでしょ。ロニー、これロニーですよ。あ、皆さん自慢これロニーですよ、ロニーちゃん。この時計はチャビーのやつ、チャビーギャング。そう、私のワンちゃん、ロニーちゃん、ロニーちゃんとチャビーくん本当は服のブランドの名前なんですけどね。そう、これロニー、ロニーって書いてあるでしょ、ロニーのリボンなんだ。服のブランドの名前よ。これを棚につけてる、棚にリボンつけてるよし、それではキャッチフレーズをしたいと思います。いきます。アリちゃん推しになるのはアリーアリーアリサゴー出航。はい、ありがとうございます。高校1年生のアリちゃんことミデヨシアリサです。イエイイエイ、出航ありがとうございます。イエイ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 、出航ありがとうございます。ではスペシャルギフトを読みたいと思います。カラコンやろう、みやこ先生、たけしさん、あもりおじさん、ゆりちゃん、てっちゃん、てっちゃん、てっちゃん、ゆりちゃん、ダイナソー、ひゅーちゃん、しゅんちゃん、あきらくん、まえさん、かあさん、ちゃこきっちゃん、こきんさん、アモレボーイとご主人様やすべーさん、でんでれれん、りゅうぼうさん、チャップスさん、ネイビームくん、そういちろうさん、ゆのえもんさん、ふうさん、ひとりことさん、まきさんです。ギフトありがとうございます。ねえ、ではランキングいきます。13位てが、12位ゆりちゃん、11位はゆういちダビッドソンさん、10位神様、9位もときちゃん、8位ひげのまささん、7位ゆうぼうさん、6位ひとりごとさん、5位さえもんさん、4位てっちゃん、3位そういちろうさん、2位かあさん、1位は
よし、ありがとうございます。もう日曜日が終わっちゃいます。もう日曜日が終わっちゃうよ。どうする、みんな、みんなどうする。また明日からも頑張っていきましょう。ムキムキムキ。やだーやだー。アリサはもう課題が終わったので、ちょっと5月分のね、だからもう6月分に入りたいと思います、明日から。もう先々どんどんじゃんじゃからバンバン行きたい系女子なので。そう、もう5月分のね、そういうやつが全部今日で終わったので、明日から6月分の課題をもうボンボコボンボコバンバカバンバカ懲らしめていきたいと思います。優秀やろ。そう、もう明日から6月分のやつも届いてるので、ボンバカバンバカもう、そう、やり倒していきますわ。やり倒していきますわ。頑張ります。ハッシーハートありがとう。イエイ。みんな私にパワーをください。ではおやすみ。